どうもロシュングルです。ウォッチドッグス2続きをやっていきましょう。今回はね、ちょっと待って、このノリノリの音楽が止まらない。わお、ふひょほほ、めっちゃ盛り上がってる。いや、そんなのどうだっていいんだよ。これだね、メインオペレーション奴隷狩り。ハッカースペースでデッドセックのメンバーと会え、お邪魔します。お邪魔します。ふぅ、ヘイヨー、ティーボン。どうした、レイ。ジョッシュがガリレーから妙なものを見つけた。暗号、コメントは中国語だ。中国人が衛星バックボーンをハックしたのか。すごいね。衛星じゃない、中国とアメリカを結ぶ海底ケーブル。海底ケーブルをハック。しかも妙なのはそれだけじゃない。ブルームがハックを監視してる。へえ。ハッカーはデータを盗んでニューヨーク証券取引所で儲けてるらしい。ハッカーのインサイダー取引か。別に珍しくないだろう。よく聞け、使ってるプログラムはジョッシュやドラムロール。下手くそ。パターン認識ソフトだ。こいつはどう見てもベルウェザーだろう。ブルームは知ってるんだろ。なんで放置してるんだ。それを話し合ってる。確かなことは何もない。ただ分かってることは、中国人ハッカーがサンフランシスコに貨物船を入港させた。ほう。積まれてたコンテナが港に届いた頃よ。じゃあそれを確かめろと。面白そうだね。うさんくせえ連中がまた一枚噛んできやがったな。リズム取っちゃった。オッケー。この辺から飛ぼうか。みんな楽しそうだな。僕だってお茶したいよ。あっちか。チャイニーズマフィアかチャイニーズハッカーか。何を企んでる。船側から乗り込んだ方が良さげ。よしたら、よっと。躊躇なく海に落ちるんじゃないよ。俺のオタク度を試してんのか。少しだけね。 SIBU707 から始まる。了解。見えてはいるが他のコンテナが邪魔だな。どかさないと。うん。ということはこれだね。なんだなんだ、どう動かしたらいいんだ。あ、掴んだ。はい、これでいけんのか。あら、よっと。本当にこの中、これか。お邪魔します。コンテナの中には何が。人間じゃないだろうね。開けゴーマー。危ねえ。あんた誰。ああ、中国語だ。落ち着け、落ち着け、落ち着けっての。こんなやつに組み伏せられたら怖いよね。お、すごい。足しまっちゃった。鼻血出てるよ。大丈夫？なぞなぞだ。この辺りで人身売買をする中国人が。アンティスボーイズ。アンティス。とんでもなく高級な人身売買だ。俺の前のアパートより快適そうだ。ここに住むかい。ワンの時のピアス、こんな生活だったよね。なんか鼻血出てるけど。ヌードル翻訳と仲が悪いんだ。奴は普通の積み荷じゃない。それでどうすればいい。ネットで写真を探してくれ。多分この待遇なら教育も受けてる。オッケー。じゃあ中国から始める。分かったら連絡するよ。オッケー。誘拐された。それからアメリカへようこそ。 Welcome to USA。 いい部屋だね。本当に僕が住みたいわ。大丈夫。ああ、全部不明だ。すごいな。エリアから離れる。例の男を見つけた。どんなやつ。上海交通大学を卒業。うん。統計学と経営学、2つの学位を取得してる。ほう。金融アナリストだね。
あの株式データの計算にその男が必要なんだ。アンティスボーイズはインサイダー取引をしてる、うんうん、チャイナタウンにアンティスボーイズとつながりのある情報提供者がいるから位置情報を送る。何か助けてくれるかも。なるほどな。あらよっと、新規ミッション開始だな。おっと、ほい、次はこれだな。この辺に飛びましょう。お、チンタオビールかな。うめえ、一口で言ったったで。さてと、裏側車がねえな。歩いていきますか。ん、あなたは。こんにちは。構想があった場所を見た。何の話。おう、すごいね、さすがサンフランシスコ。なんかやってるね。喧嘩かな。喧嘩じゃないよ。こら、やめなさい。お前もだよ。喧嘩両成敗。嘘嘘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 。ちょっと待って。よ、なななな。No, no, no, no. 慎重に行こう。お前は誰だ。こいつを知ってるか。うせろクズ、忙しいんだ。ずいぶんいい態度だね。いい態度だね。アンティスが連れてきたのは知ってる。理由が知りたいんだ。いや、やつは知らない。みんな知り合いなわけじゃない。シターラから聞いたんだ。教えてくれよ。最初からそう言えよ。アンティスはゴールドストリートの貿易会社にオフィスを持ってる。そこに記録がある。シターラにこれで借りは返したと伝えろ。わかった。ただのレストラン店員にしか見えないが、隠れ家で記録を見つけろ。この頂上を目指せばいいのか。手がかりを追う。アンティスの隠れ家だと思う。何か見つけたら連絡する。おおおお。株式市場を把握するのに使えそうなものを探して。ほい、オーケー、わかったぜ、レッツゴー。こっちからここだね。ここが空いてたわけだ。で、上にいるな、すでに。ウォトゥーフッハッハッフーくーよっ、ほい、見っかってないよ、見っかってないよ、見っかってないってば。こっててて、せっ、へっ、て、せっ、おう。そう。部長の配置。見張りが場所を特定した。殺し屋を行かせる。ほい。あとはここに隠れてましょうか。で、裏から突撃しよう。わお。こいつらか。いたぶってやるよ。ついてこう。うわあ、裸に防弾ベスト、すげえ格好してんね。諦めたらどうなんですか。突撃だ、すげえな。あ、行った。わあ、じゃあ、あのお言葉に甘えて。はい、よいしょ、いただきます。頑張ってて。こんなんありか。じゃあいただきます。はい、人身売買情報を抜いて。大変なことになってない？大丈夫？わお、これっぽいな。ほい、何を隠してる。なんか手に入れた。うわあ。いや、でも地図や表はわかる。何の地図や表。水上ファームかな。濃度、発電機、米中間ケーブル付近の国際水域にいる。太平洋艦隊が長年そこから。さあ来てくれ、来てくれ。だはははは。広範囲だよ。アンティスに感謝だな。位置情報もある。よし、そこから逃げて。もう来ないか。さすがに来ねえか。
よいしょ。誰かが忍び込んだ。あはぁ、一体何が起こってるというんだ。よいしょ。どうしたの？どうしたの？何何？どうしたの？ああああ。ひどいね。だいぶひどいよ。嵐に荒らして。ほい。とりあえず脱出のためにここはキング。いやーひでひで、はい、帰ります、帰りますする。へい、どうした。もう警官がいるからあんたら逃げた方がいいんじゃない。はい、終了。あ、なんだこれ、もしかしていかがわしい店じゃない。おい、マジかよ、これいかがわしい店じゃん、絶対そうじゃん、これそうでしょ。入れんの？入れねんかい。ふざけんじゃないよ。やべえやべえ、なんか見っかりそうだね。わあ、誰かに見つかった。くそー、ストリップ見てたら、ちくしょう、見るんじゃなかったぜストリップ。最低な発言だね。さあ逃げちゃおう逃げちゃおう、余裕で振り切れんじゃないの。はい、ミッションクリア。オッケー、これでとりあえずの28,800フォロワー。さてこいつらの目的は？どうするんだ？荷船をハックする。中を覗けばブルームがベルウェザーを使う理由がわかるかもしれない。うん、問題はまあ県外ってことだ。なるほどな。荷船は CTOS じゃなく中国のプロトコルを使用してる。まあちょろいもんだ。お前を接続させてやる。携帯を持って開けた場所に行くだけでいい。マリンにある灯台の位置情報を送る。辺りを見渡せ。絶景だぞ、ハッカー君。絶景大好き。行こうじゃねえのっと。マリンの灯台に向かえ。ん？どこだ？おっとっとっとって言って。これどこに？つなが、ああ、なんだこれ。おしゃれ。おしゃれ海岸。わあ、洞窟を抜けて。はい。どこ？どこなの？目的はあそこか。もうちょい乗ってきましょう。いて、何？何？いて。あとスタンガン出しただけなんで、そんなキャキャいちいち言わないでもらっていいですか？上だな。あ、ワンワン2匹いる。何これ？ちょっと撫でさせていただいてよろしいですか？ワンワン様。おワンワン様。かわいい。こっからこうかな。よいしょ。よいしょ。あ、よいしょ。とっと。ここでミッション開始。ここで一体何があるってんだ？よし、準備完了だ。レイ。本当にすごい眺めだな。いいとこだね。嘘はつかんよ。仲良くしろって。うわー、いい眺め。準備はいいか？準備はいいか？プロトコルの準備はできてる。荷船を確認してくるよ。ほう、荷船に今度は忍び込むのか。わお、どこだどこだ。計画は？設計図の見方が間違ってなければハックできそうなカメラがある。覗いてみよう。それで乗っとるんだ。乗っとるんだ。分かり次第台風だ。めちゃくちゃね。どこだろう、あそこ。
気に入った。狙いはメインサーバーだ。近くにおびき寄せないとね。侵入する。お、見っけた。これだね。期限切れって書いてたな。うん、これをハックして。おい、ハラハラさせんなよ。何が見える？ああ、奴らすげえぞ。ハイエンドマシンばっかりだ。管理端末も見つけたが、ログイン情報を探さないと。うん、あ、これで、ほほほ、おっとっと、見つかっちゃうね。ここにもおもちゃ好きがいるっぽいな。いるっぽいな。下がらよ。こいつか？違った。遠隔操作できるタイプだ。俺ちゃんが遊んでやれ。こいつではない。カメラ、はい。あそこか。奥だね。カメラカメラ、これか。こいつだ。鍵ゲット。これに戻って、これパイプの中か。よいしょ。なんか叫んでんね。こうですね。はい、ありがとうございます。おほう、こりゃいいね。で、甲板に出て、よいしょよいしょ。ここでいいのかな。ここで良さそう。見つけた。ゲット。この部屋は重要っぽいな。で、ゲットしたぞ。まったく、記憶するをチェックするやつは最高だな。ログインネームを見つけた。あっさり。アクセスに必要なものは手に入った。よし、管理用端末のところに戻って。うん、管理用端末のとこに戻って。すごいこのパイプの中眩しいけど、なんだろうね。何があるってんだろうね。で、これで、おい、これで OK かな。始めよ。荷船を岸に寄せるための考えはある？どうやればいいんだ。燃料系をいじって燃料漏れだと思わせるんだ。なるほど、それいいな。ナイスだね。燃料系に細工してやった。奴らは港へ給油に向かうぞ。よし、マリンフ島にボートを準備しとく。頼む。サンフランシスコに戻る。燃料が漏れているか、燃料系が故障している。データが出てきたね。ベンちゃん、よし、ミッションクリア。よいしょっと。で、桟橋でメンバーと会え。28,800。あっちか。すぐそこだね。バイク消えちゃった？あった。誰かが立てかけててくれたようだ。うん。あの奥かな？だいぶ先か？先でした。というわけで、ハッカースペースから行きましょう。うん、ここは知らない人のハッカースペースのようですね。さあ、もう少しプレイしたいところでしたが、一旦ここで終わっておきましょうか。このなんかね、シェルターみたいなハッカースペースも嫌いじゃないですよ。というわけで、次回もお楽しみに。アリーベデルチ。